プログラムテオス第一段階準備開始。プラグイン P、プラグイン H、データリンク。プネウマブル、キュリオススカイ、戦闘データ共有。プログラムテオス第一段階準備完了。ガンダムテオストリアス出撃。戦うしかないのね。未来はまだ定まっていない。行くぞ。アタックの形状戦闘攻撃でかっ。これがガンダム。プログラムテオス第2段階準備完了。実行実行支援機購入。ラトレニアクロッププログラムテオス第3段階準備。ガンダムラトレイヤーアーメス・マーキュリーヘル。データ消耗。ガンダムラトレイヤー詳細不明、詳細不明。プログラムテオス第4段階プログラムテオス第4段階準備完了。プログラムテオス最終段階準備完了。しまった、あと少しなのに。ブルーミッション再攻撃。ブルーミッション再攻撃。再攻撃。緊急ブルーリング強制実行。緊急緊急緊急。ヒノ姉さん、ウェルギリウスを直接奴に接続する気か。止まれー。反撃システムリンクエナーエナーエナー。やった、サクラ、サクラー。ここはガベージスペース。イリオンステーブルがまた書き換わったの。いや、今回はデータが消滅している。管理システムそのものにダメージを与えた余波だろう。サクラは、あの子はどこ。コードマックスウェルズの消失を確認。これで本当に終わったよ。この声、サクラ。サクラ、姿見えない。サクラ、どこだ。サクラ、誰か来る。あれは小隊長くんか。君も無事だったようだな。少なくとも失敗はしていないはずだ。そこら辺に埋まっちゃってるのかしら。犬姉さん、小隊長さん、ハーメスにハロくん、みんな聞こえる？無事？ああ、これだと何が何だか分かんないか。じゃあ今までのプリティな姿を投影して。これならどうかな。ホログラフ通信。サクラ、今どこにいるの。待て、レディーユノ。その前に確認すべきことがある。コードマクスウェルズはどうなった。あいつは消滅したよ。厳密には私が受け継いだというか。なら管理システムは今君が掌握しているのか。なるほど、それならば合点がいく。今、サクラどうなってる。サクラ、コードマクスウェルズを受け継いでるって乗っ取られたりしてないでしょうね。アホユノ、お前はどうしようもないやつだな。寸胴だし。あ、俺様マクスウェルズだから。こら、マクスウェルズ、お黙んなさい。犬姉さん気にしてるんだから。してないよ。あいつそんなんじゃなかったでしょ。ジョークとしてはなかなかだが、実際コードマクスウェルズの情報はどこまで受け継がれている。ガンダムを使い他のガンダムの歴史を改ざんするという目的はどうなった。それはもうないよ。マクスウェルズの自我はベルギリウスで消滅したしね。それについては疑問がある。君自身はアポトーシスプログラムの影響を受けてはいないのか。そうよ、毒を飲んで同化したのと同じでしょ。
どうしてマクスウェルズにだけ聞いたの？私がこれまでどんだけ犬姉さんのプログラムを解析して回収してきたと思ってんの？防壁くらいちょちょいのちょいだよ。そう言われると意地でもその防壁を突破してその結果を知らしめたくなる。プログラマーのサガ、ユム、恐ろしい女。わからなくはないが、今はやめておきたまえ。サクラ、管理システムの機能は今君がコントロールできるのか？ミラクルイエス。今の私なら犬姉さんたちを元の歴史に戻してあげられる。当然ハーメスもね。サクラ、そうか、ならば別れの時が来たようだ。この領域もそんなに長くは持つまい。え、当面の危機は去ったんじゃないの？管理システムが正常になったことで G ユニバース全体で自動修復モードが起動し始めてる。だからお別れだよ、ミノ姉さん、ハーメス、ハラ先輩、そして小隊長さんも。ソーロング。小隊長さんがパイロットで本当によかった。さくら、ちゃんとしたお別れを言う暇もないのね。もう十分話したよ。私のこれまでの人生ほとんどユノ姉さんと喋ってたんだから。さあ、そろそろお別れの時間だね。この改造ガベージスペースも解体処理される。まずはお役立ち赤メガネからよろしく頼む、サクラスラッシュ。ハーメス・マーキュリー、あなたがいてくれなかったら今回の件本当にどうしようもなかったわ。私は知らないうちに現実の世界を壊す手伝いをするところだった。気にするな、レディ・ユノ。君がいなければ俺は永遠にこの電脳空間をさまよう旅衆のままだったろう。お互い様だ。さよなら、ジェントルクリムゾンメガネ。もう会うことはないでしょうけど、元気でね。さらばだ、ユノ・アスタルト特務総長。だが、あらゆる世界はどこかでつながっているという。それをつなぐのもまたガンダムなのかもね。ファイナルイエスだ。もし再びその時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。ハーメス・マーキュリー、人格データ転送完了。成功確認。データベース削除。これでやっと彼も解放されたのね。なんだかんだ言ってもキーマンだったよね。マスター・ハーメス、いいやつだった。いいやつ。グッド赤メガネ、グレート赤メガネ。そしていよいよだね、ユノ姉さん。言いたいことはいっぱいあるけど、そうね、あなたとはたくさんたくさん話をしたものね。私たちがオデッサ作戦からここに来てガンダムテオストリアスを倒すまでの間に。だから最後に一言だけ、ありがとう、サクラ。うん、ユノ姉さん。サンキュー、サクラ。サンキュー、サクラ。宇宙世紀に戻ったら姉さんのことよろしくね、ハラ先輩。そして小隊長さん、最初から最後まで私たちを支えてくれたのは君なんだよね。そういうとこマジでかっこいいよ。私が AI じゃなきゃ惚れてるね。調子いいんだから。残ったサクラはこの後どうするの？まずはとにかく管理システムを正常な状態にしないといけないんだよね。全てはそこから。そのためには異物は排除しなきゃいけない。異物？イレギュラーな存在である私たちね。ハーメスと同じく転送してくれるの？ちょっとエラーが出てるんだよね。だから確実な方法を取ることにするよ。小隊長さん、これから指示するミッションに出撃してね。出撃って全て終わったんじゃないの？だからこそ行くんだよ、全てが始まったあの場所にね。
ここはオデッサ戦線？そう、犬姉さんたちがここに来た最初の戦場だよ。グラ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 最終段階、実行実行実行。まさかコードマクスウェルズ、それにガンダムラトレイヤー招待状。このデータは2号機のスプレードを拾って。自動修復モードベリート対象コードマックスウェル、ベリート拒否、ベリート拒否、ベリート拒否。間に合った。このまま小隊長さんたちも転送するよ。さようなら犬姉さん、また会えるかな。ええ、ジーの空のどこかで。助けてくれた彼にもきっと。 So thanks for watching. Please subscribe, look on below and have a nice day. See you. Yeah!